本丸跡地東側にある二の角跡。2017年6月撮影。大土城は、岩手県上平郡大土町大土城山に、所在する日本の城跡。室町時代に、大土次郎が築城して、以後、代々大土市の居城と伝わる。別名は、浜崎館、または古建岩手県指定史跡。無年間または平年間の頃に、 当の阿蘇沼市の一族、阿蘇沼あさつ綱の次男、大土次郎が、平軍東岸部の治安維持のため大土に赴任したことが起源とされ、現在の大土町の背後にある山の上に、築城された。規模は、東西700メートル南北100メートルで、物見的な砦と、四つの車から構成され、砦は堀で囲まれている。影響9年。 大土孫三郎が岡波太郎に呼応して阿蘇沼市を攻めた際、阿蘇沼市を支援した南部市に、大土城は攻撃を受けた。しかし、城の両側を流れる川など天然の要害を生かして攻撃を巧妙に防ぎ、ついには流れ屋によって敵将、南部森行きを打ち取ったという。戦国時代末期の阿蘇沼広里の第二、阿蘇沼市は、 唐の十二皇を支配する大勢力に成長しており、この頃の大土氏は再び、阿蘇沼氏の支配下に組み込まれ、1591年の、久野平正美の乱で、大土孫八郎広信は、阿蘇沼広長と共に三個城主、南部信長方に参陣した。1600年、松沢寛主、松沢広勝による、唐の制圧で、阿蘇沼広長は唐のを追われ4年前に居住したが、 大土孫八郎は、広永支持の姿勢を崩さず、伊達政宗の支援を受けて、東野奪還を目指した広永と共に、東野郷に進攻した。しかし、南部市の支援を受けた松沢市に敗れ大土城に、退却、大土城は、南部勢に包囲されたが、孫三郎は徹底抗戦の構えを見せ、南部と品尾の懐柔策で降伏し、自らは、伊達領に落ちていった。 孫三郎の後は、我が、冷え抜き一騎で活躍した、大土正貞が継いだが、1616 16年、南部都市直の暴略で自害に追い込まれ、大土市は外役となった。大土市の滅亡後、派遣された南部市城代も、この城を居城としていたが、1632年南部藩の大官が置かれ、大官所は、三独の旧大土小学校に設けられた。 南の平田村から北の豊真村、内陸方面小国村、江津奈木村に至る大土通り23河村を登記させ、大官は森岡より派遣された。大土城は1659年、南部藩によって取り壊された。1869年大官所は廃止され、備品は入札にかけられ、払い下げられた。1992年9月4日、県の史跡に指定された。 ありがとうございます。